ナミさん、こんにちは。動画の方を送っていただきましてありがとうございます。まあ、ナミさんもね、非常に忙しい中、毎日毎日動画を送っていただきまして、本当すごいなと思います。これがね、10年前からこういう風なペースで私が見るところ、続けておられるところを見ると本当すごいなと思いますよね。もう人、一時期はね、ナミさんがね、実は双子でいらっしゃってね、1日交代でなんか出勤してるんじゃないかなっていうぐらい、まあ、人の2倍、3倍、本当に多面活動されてるのを見てね、こういう方もいるんだなと、本当に、敬意をね、込めるばかりでございます。今回はですね、お金で世界を動かすというロビーリストたちの動画、これまだ拝見しておりません。これからです。それからぼやきシリーズ、インプレッサの魅力、これもね、まだね、拝見しないんで、これから、見させていただこうかと思います。今までね、ちょっとタカさんの動画の返信をやってましてね、いや、ナミさんが言われる通りね、本当にタカさん、偉そうに言わせてもらうとね、よくついてこれてるなと思いますよね。で、内容もどんどん良くなっていて、私なりにね思うんですけども、さらになんか真実に切り込むような放送とかになってるのかなと思うんですよ。ただまあ、いかんせんタカさんの持ち味でもあるんですけども、じっくりと語るような形でね、もう私みたいな早口とは違ってですね、多くの方には聞きやすいんじゃないかなと思います。私の場合は特に早口で短い時間にたくさんのことを詰め込むんで、何言ってるのか分かんないよという評価を受けることもあります。でも、まあ、何言ってるか分かんない人に説明しても分からないので、それはもうほったらかしということでね、あくまでも自分の情報が受け取れる受信力のある人にしか、まあ、私も送らないようなスタイルになってきてますし、まあ、ある意味ね、その展開力っていうのかな、まあ、私が何を意図してるのかってことを予備知識として持ってないと、なかなか厳しいところもあるんじゃないかなっていう意味では、聞き手を私はすごく信頼してるんですよ。分からないことを分かるように努める人が聞いてくれてるだろうなというふうにね、まあ、本当になんかこう、もっともっとね、腹を割ってっていうところもあるんですけども、もう残り時間も少ない人生ですから、腹を割る暇はないと、割れてる人から順番に手をつないでいこうかなってことですよね。はい、というところでね、今回の動画もこれから拝見します。速稼塾のカリキュラム、評価していただきましてありがとうございます。ナミさんも本当にお付き合いいただきまして、いつもありがとうございます。じゃあ、2本の動画これから見ますんで、ありがとうございました。